ハロウィンイベント2日目のお時間がやってまいりました。まだこいつだけなんだよな、明石。まあ、今回明石ドロップ森に持って 588%。 まあ、さすがに落ちてくれるんじゃないか、これ。はははおい、嘘だろお前、マジかよ。帰ってきました。なんかね、このイベントね、カヌレがね、なんか3つ隠してある場所があるらしくて、まあ、ちょっと回収しに来ましたね。確か1個目がね、なんかあったあったあった、ここだ。で、あとね、2個がね、確か1個はね、こっちにあったんだけど、あ、あった、これだわ。で、もう1個がね、確かね、家の中だったんだかな。確かダンジョンか家の中にあるんだけど、多分ここら辺になかったらね、多分あれだわ、ダンジョンの中だわ。なんか3つ目のカヌレ探しに行ってもさ、どこにもなかったんだけど、なんかどうやらここにあるらしいんだよね。なんかこの家にあったー隠し階段があるらしくて、で、こん中のどっかにカヌレが眠ってるらしいんだが、あったもう、5分ぐらい探したよ、もうなんだよ、これ今度こそマジで頼むぜ。今回も赤シロップ 588% できたから、ちょっとさすがにそろそろ落としてほしい。なんかね、この狼ね、めちゃくちゃいい装備落とすらしいんですよね。なんか顔装備で恐怖と証、なんかジュニパーずつ持ってるんだっけな。まあ、めちゃくちゃね、すんげえ装備落としてくれるらしいんで、ちょっと欲しいからジェモリー、まあ、持ってきたんだけど、仕事してくれよ、お前マジで。いや、強いんだよな、マジで。うわー、帰ってきました。というわけで、明石コンプ報酬の装備見ていきますか。今回ね、5個もらったんですけど。まあ、まず服から順に見ていきますか。まずはね、魔女の服。恐怖 3%、誘惑 3%。強くね、これ結構。恐怖と誘惑両方持ってんのめちゃくちゃいいな。で、まあ、3% なんだけど、まあ、3% だけど、でもね、2つ持ってんのいいな、めちゃくちゃ。これ結構いいな。さあ、お次は魔女の帽子なんだけど、経験値 10% の最大 AP プラス2。まあ、めちゃくちゃ微妙だね。まあ、こいつは使わねえかな、普通に。さあ、そして腕装備が魔女の素で、麻痺プラス2の雷攻撃あり。いやー、なんとも言えんな。正直、これ使うんだったら雷グローブでいいんだよな。まあ、微妙ですかね。背中装備がカボチャパンツ、ゴールドプラス 3%。3% かな、結構控えめだな、星4装備のくせに。なんかもっとあってもよかったんじゃないか、これは。最後、黒猫ブーツ。経験値と逃走確率アップ 14%。一回経験値外すか。これで何パーなのか。あ、10% か。で、逃走確率アップ 14%。まあ、使わねえな、普通に。いや、今回あれだね。当たりの装備がこれだけっすね。これはなかなか良かったですよね。恐怖 3%、誘惑 3%。次こそ頼むぜ、マジで。今回もちゃんとジェモリー持っていたからね。仕事してくれ、ジェモリー。本当に1個は手に入れときたいんよね、こいつの装備。カヌレ交換していきますか。もうだいぶ溜まってると思うんだよね。31個か。そんなもんか。いやね、俺知ったんだ。これ装備さ、あれ、全部交換すんのに、カヌレ合計何個いるかっていうと、105個いるらしいね。多すぎなんだが。さあ、今回どうしよっかな。これ、ハロウィンがね、なんか一番高いらしいの。こいつが確かカヌレ30個だったかな。カヌレ30個だわ。交換しますか見ていきますか、ハロウィン。カヌレ30個使ったからな。お前、それなりの性能がしてくんないと困るぜ。性能が防御プラス20、誘惑プラス2。なんだそりゃ弱すぎる。なんだ、誘惑耐性プラス2、防御プラス20。ふざけんなよ、お前。おい、カヌレ30個に等しくねえよ、この性能。おい、なんだこれ。電波人間コレクティビへようこそ。というわけで今日はバトルタワー一戦だけやっていくんですけど、レベル上限がね、21のところまで来ました。人生初の。いや、使ってみたかったんだよね、みんな早めになるとか。あのね、なんとですよ。この人ね、素早さ補正付きです。なんか生まれた。たまたま。ちょ、なんで使っていこうかなと。まあ、パーティーこんな感じでほとんど変わってないんだけど、前回と。あ、そういえばね、あの、竜の牙がね、今日落ちたんで、なんと竜の牙2つで、やっていけると。で、さらに綿棒もね、こいつつけてるんで、恐怖がね、結構あるんですよ、このパーティー。まあ、なんで恐怖が発動してくれたら嬉しいなっていう感じで、やっていこうかなと。さあ、なんかよくわかんねえ。なんかすんごい名前してんな、こいつ。うわ、みんな眠らせるとかいるわ。で、みんな復活が2体の、で、あと全体アンテナが3体で眠らせるが1体という感じか。
で、まあ、こっちはみんな早めになれ打って、あとは頑張れでいいかな。うわぁ、やば、疾風ブーツちゃんとつけて、うわぁ、やばすぎ、火力。なにそれ、山火事プラス2。なんだこりゃ。火力やばすぎだろ、こいつ。ははは。レベル上限解放されて、こんな一気に火力上がるもんだろ。これやばい、素早さ命だな、マジで。向こう、疾風ブーツ3枚いたんだよな。これ多分あれだよね。こいつら全員素早さ補正ちゃんとついてるよね。もう、やばすぎまして。まあ、ここで復活を打ったけど、加速。あ、向こう3体だけか、加速。あ、でもダメだ。全体アンテナだった。ああ、これ終わりだ。